どういたしましょうか、新井先輩。そうですね、12枚、とりあえず12枚まで引きましょうか。残り15枚になるまでね。これ結構無駄に時間かかりますからね、引くの。また編集の力借りるかもしれないですね、何も出なかったら。なんなら皆さん、スマホでご視聴しているのであれば、右上に再生速度を設定できるので、2倍にしてもいいですよ。私も結構活用してますので、はい。再ですか。あと5回。はい。あれじゃない！そうだな。では、もう一度、新井さん、隊長にしてプレイしてみようかな。どうしてあれ、ボッツにし、お、来た！確定だ。確定っていうか、虹か。虹でしたね。おお、ありがとうございます。これは嬉しい。このフォトはね、強いからね。まあ、ちょっと、ここに関しては、そうだな。まあ、いいや。あれじゃない！バイバイ！あ、このフォトね、あ、いけね。この間の無茶でめちゃくちゃお世話になったんですよ。このフォト正直育てる価値大ですよ。まあこれお世話になってるんですけど、ね、まあ負けたんですけどね、体力測定。はい。じゃあこれで一応最後か。はい。あら、絶対！どうしようかなっていうかね、招待チケット正直ね、ここで全部使い切ってもいいような気がするんですよね。あ、出なかったな。お。あら、絶対！これ引くべきかなとか、純粋に審査まで欲しいんですよね。ちょっと、お気にしてもいいかな、新井先輩に。引くべきか。なんか、フォト見る感じ引けって言ってるような気がするんですよね。どういたしましょうか、新井先輩。了解です！決まった！当たるまで！お告げいただきました！速攻でございます！行きます！あー、やばい！なんか聞こえた！なんかダイレクトにね、なんか弾けって言われてはないと思うんですけど、なんか弾けってニュアンスが伝わってきました。じゃあこの言葉通りに従います。じゃあ行きます。あー、やばい！いや、これで出たらマジで、あれ先輩神確定ってことですもんね。いや、まあ、別に今まで疑っていたわけじゃないですけど、私以外の方に認めていただけられるはずなんですよね、これで出たらね。はい。あー、やばい！まあ、爆死でも個人的に盛り上がると、わーわー本当にやだ！え、これどっちかやと嘘だー！あしかもこれ、尾崎さんサーバルですよね。これもうほんと、サーバル確定でしょ。だって、新井様が自らが導いてくださったもん。これがサーバルだわ、本物の。これで揃ったぞ。これ絶対行くので、待っててください。